コス県は、ギリシャ共和国の南エーゲ地方を構成する、行政区の一つ。ドデカニサ諸島のコス島などからなる。コス島と周辺の島。ティロス島は、ロドス県に属するドデカニサ諸島の北部に位置する。ドデカニサ諸島で3番目に広い面積を持つコス島と、その南に位置する西ロス島、イアリ島などの島々からなる。西ロス島は、火山島として知られる。 県域に含まれる人口2000人以上の都市、集落は以下の通り。東西に細長いコス島の東端にコスの町が所在する。コス島の西端にケファロス、中部の内陸部にアンディマヒアなどの集落が存在する。コス島以外では西ロス島のマンドラキが最大の集落である。ドデカネス諸島の自治体、コス県は以下の自治体から構成される。 面積の単位は、経平方メートル、人口は2001年国勢調査時点。ドデカニサ県の旧自治体現在のコス県の地域は、かつて広域自治体である、ドデカニサ県に属していた。カリクラティス改革に伴いノモスは廃止され、その県域は分割されて、行政区としてのコス県が成立した。旧自治体は新自治体を構成する、行政区となっている。下表の番号は、 渦と対応している。旧自治体名欄で印を付したものは木のティタ、それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。ありがとうございます。